はい。行きましょう。さて、洋服やっぱ着た方がいいよ。寒いよね。頭いってマジ。どうしよう。お前病院行っちゃうかもしんない。頭痛がすごい。年末また寝込み？それはないと思うけど。着づらい洋服が。上着着る。上着着るわよ。ていうかこのカバン持ちにくいな、エルメス。さあ行きましょう。ブーティーで行きましょう。ブーティーでね。ブーティーで。バッテリーあるか。バッテリーあるね。一本だけ。太った感じ。白衣じゃないんだけど、メイド服なんだ。もうちょっと開けた方がいいよ。ピッとね。こういう感じ。よし。なんか久しぶりにチャリンコ乗るね。今年一番パンパなの。久しぶりにチャリンコよ。
葉がいっぱい入ってる。いたずらではないし、普通に風で飛んできたんでしょ。空気は抜けてない。あれから乗ってないもん、チャリンコ。3週間ぶりぐらいじゃない、チャリンコ乗るの。番が入んない。いっか。大丈夫かなこれ。じゃあ行きますか。レッツラゴー。どこに行こうかな。どこに行くかは決まってないんだよね。ちょっと大きい駅に行こうかな、今日は。大きい駅。稲毛屋。ご飯もね、食べてない。これから食べる。飯も。さあ行くよ。もうちょい伸ばそう。こう伸ばしてこういう感じでね。ちょっと揺れるかな、大丈夫かな。揺れるねこれね。やっぱ下の方が安定してるわね。ちょっとゆっくり走るわ、今日久しぶりだからね。あ、やばい、危ない。思いっきり突っ込むとこだった今、車。思いっきり。首どこ？首ここにある。あーしょ。でも今日なんか人少ないね、随分と。随分と人少ないわ。あーやばいやばいやばい。坂になった、坂。坂坂坂。何、どういうこと。でもさ、これ雪とか降っちゃったらスリップするから危険よね、この坂とかね。歌う？にゃんにゃんだ、ごめんね、素直じゃなくて、夢の中ならいいエンド。思考回路はショート
すぐ会いたいの。泣きたくなるよな、ムーンライト。電話もできない。危ない。だって順序どうしよう、ハートは万華鏡、月の光に導かれ、あん、ポール、ちょっと待って、ポール危ない。本当にどこに行こう、ちょっとまだ決まってないんだよね、行くとこ。行くところを決めないと、出動するとこを。マック、朝ごはんでね、朝ごはんによって変わるよね。この辺なんもないね、本当に。あー、揺れる。すごい。揺れがすごい。揺れる揺れる。これさ、画面ってさ、見やすい、皆さん。ちゃんと見えてる。よいしょ。画面大丈夫。意外と、あー、鏡の中のマリオネット、秘密の扉開けちゃう。鏡の中のマリオネット、君の瞳に100万ボルトとか。ね、トンネルね。寒い。とりあえず寒いわ今日。あ、やだ。あ、ちょっと待って、ぶつかっちゃった。危ない、壁に激突よ。壁に。左行こうかな、左行きましょう。はいはいはい、でさ、この辺本当にさ、いい場所なんだけど物がないんだよね、遊べる場所が。ナンパ、人も歩いてないよ、全然人歩いてない。誰もいないし、車だらけだよ。お腹いっぱいでしょ。よし、ちょっと電波悪くなる。あ、ここ電波悪くなる。ちょっと待ってる。ちょっと待って。電波が悪くなるの、通り抜けないと。切れちゃう途中で放送がね。よーし、抜けたトンネル。みんなってさ、週どれぐらいチャリンコ塗る？塗るじゃない、乗る？結構皆さんチャリンコ活用してるのかな、買い物とか。あ、毎日乗ってる。結構多いのね。やっぱチャリンコはツールなんだね。毎日？
乗らない人も多いんだ。車ある人はまあ乗らないのかな基本。チャリンコがないって人もいるんだよ。よし、すんげえお兄さんに見られた車の。そりゃ見るわよね、みんな見てるわよ私のこと。みたいな感じ、わかる？こう運転し、あ、やだやだ、ちょっと待って、ずれちゃった軌道が。目を離すと危ないわ、チャリンコ配信は命がけ。私をみんな見て、ほら今声がした、ナンパされちゃったわ今。イエーイ、ピッ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 。こっちからアプローチね、アプローチ。今すごいガニ股、あれ足が悪いのかな、あの人めっちゃガニ股で歩いてくる。ピッピッピッ、多分ブーツかなんかでこけたんだろうねあれね、足すんげえガニ股で歩いてる人がいた。あれは多分ブーツでこけて足怪我したんだ。今日はね、怖いから道路には出ない。今日は歩道を走ってます。ちょっとね、道路に出たら絶対今日事故りそうな予感なんで、歩道をちょっとね、ゆっくり走る。何を食べるかですよ皆さん。ラーメン食いに行こうかな。ラーメンちょっと遠いけど、結構距離あるとラーメン行くから久しぶり。おラーメン、それで店入るのって入る決まってるじゃん。この信号ってすごい面倒くさい。こっち渡ってこっち渡ってこっち行かなきゃいけない、分かる？これ今の人信号無視だわ。こういうの面倒くさいよね。ね、2回信号を待たなきゃいけない、あっち側に行くの。ね、一個だけね、オッケーな、私の名刺が貼ってあるラーメン屋さんがある。そこだったら大丈夫。私の名刺が貼ったの。名刺っていうかステッカーかな？シール。うさんが店員じゃなくて何回か行ってんで、もう5年ぐらい通ってるラーメン屋、家系ラーメン屋さんあんだよ。もう5年間ぐらい結構ね通ってんのよ。お兄ちゃんいるかな今日。いない。だいたいね、行くラーメン屋さんそこなんだよね。そこか、あ
と北海道のラーメン屋さん、軍曹がまたやらかした。それさ、どこ情報なの。あ、クミちゃんいらっしゃる。軍曹情報はどこなのかな。出どころは。なんか軍曹ちょっとごめんね、回転します。回転。あっ、軍曹情報はどこなのよ。さっき軍曹言ったの。軍曹情報のソースは、ソースを出せっつってんだよ。ソースを、おソースが欲しいな。私マヨネーズはいらないの。ちょっと待って。これがやだね。これがね、ふわっちで話題になってんの。あ、ふわっちか。ふわっちは信用ならねえね。全然。ふわっち情報。ちょっと待って、セッティングし直し。これダメだわ、ブレちゃう。ちょっとごめんね。これなんかいい方法ないかな、本当に。ピッと固定される。ほら、ゆらゆらになっちゃうのよ。ここに取り付けようかな。ゆらゆらしたらここでいいや。ネジとかの問題じゃないんだよね、これね。あの、物が悪いんだよ、物が。みんなどうやってんだろうね。ちょっと自転車配信してる人教えてほしいよね、ほんとね。これでいいかな。これちょっと走ってみる。オッケー、これでいきましょう。ちょっと顔近いけど、よし。これで多少ね、
YouTube じゃなくてツイキャスの画面開いてたんですよ。全然人いないな。どうしようかな。全然お客さんいない今。まだ空いてる。24時間。も知り合いのとこだよ。カフェ元からやる。よっしょ。こんにちは。よっしょ。誰もいない。一人。よいしょ、最近お姉ちゃん来てます？いやー、わかんない、ごめん。みやびのお姉ちゃん。あ、みやびのお姉ちゃんって今来てますね。あ、来てる、まさよちゃんね。あ、まさよ姉さん来てる。まさよちゃん今朝来た。俺な、今朝3年ぶりぐらいあったのかな。俺あんまり夜出ないんだよ。そうか、お父さん会ってないもんね。そうだね、最近ね、息子さんがね、何にしようかな。餃子さ食べちゃったしな。何する？つけ麺にしようかな。つけ麺の大盛りと、あとチャーハンと餃子、以上でお願いします。ここね、24時間やってるからいいんでね。お店終わった後ね、みんなね。ママもね、チャーハンいつもね、お土産に買ってきてっていう。お茶ばっかありがとうございます、ザクザク。机がベトベトしてるね。お父さんだってずっといるもんね。私が小学校の時からお父さんいるもん、ね。ねえ、あ、お茶ばっかありがとうございます、ザクザクと。つけ麺、つけ麺、ラーメン食べたくてね。そうなの、急にね、食べたくなるね。お茶ばっかありがとうございます、ザクザク。メイド服、メイド服、メイドの服。
やっぱね、誰もいないからラッキー、うれおとだな、感染やばい、感染子供もいるから、ちょっと1ヶ月ぶりぐらいかな、大食べの。味噌、いろんなね、醤油味噌、いろんなあるんだよ、ここ。お父さん、トッピングはできるかな、ラーメンに。ゆで卵、あ、半熟卵と、海苔と、あ、もやし。チャーシューももう一枚つけてもらおうかな。チャーシューも。うん、大盛り大盛り。全のせみたいな。これ服洋服反対でないよ、さっきから言ってるけど。頭痛いって血圧とかで最近多いんじゃない？最後すごい頭痛なのに、ね、多分あれでご飯食べてないから、ね、ご飯食べるとなるとこうちょっと具合が良くなる。持ち帰りもできるよ、できる。チャーハンとか餃子はお持ち帰りできる。持ちにくいんだね、これね。サラリーマンとか持つような感じで、ここにこう手が入んないんだよね、人すぎて。はーい、はい、どうも。あら、チャーハン来ましたよ、皆さん。ほら、あ、そうです。8曲こんな変なメイクだけど、いつも綺麗な顔してるんですよ。ミタっていう最初にね、うん、ママ、大ママとね、そうミタとかね、一番いいの私、息子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 、あの、亡くなったのはフィリピンだったから、いや、そう、ちょっと待って、みたいなのが入ってんね、これ。ね。
ごめんね、お父さん、いたずら電話振ったんだよ、それ。出なくて大丈夫。私のね、ストーカーがいるのよ、目立つ格好で。私のストーカー。今、無言電話だったでしょ。嫌がらせだよ、それ。楽しい。ちょっと半分残すとか、あとのためにね。半分。こんぐらいね。はーい、わー、すごい。ボリューム。つけ麺。やばいっしょ。偶然のせ。え、卵。卵をついてないね、卵が。卵がない。わあ、すごい大盛り。こんな大盛り。ほら、また。すごいね。ね、すごいね。嫌な人。卵も入ってた。お店に電話かかってくることはないもんね。もうスタッフさんも出る。チャーシューもでかいね。あと餃子が来るそう。餃子がね。ラーメン、チャーハン、餃子セット。私ね、つけ麺が大好きだもんね。ラーメンといえばつけ麺。つけ麺美味しい。このね、温度差を楽しむのが好きだね。あったかいとこが冷たいって言うね。結構ボリュームありますね。つけ麺ね、つけ麺。でも具を多めにしてもらったの。うん。餃子も来ました、餃子も。焼きたて餃子。ここなんか担々麺も始めたんですか。今人気ですよね、担々麺ね。担々麺がね、流行ってるね。
これ。あっぷあっぷ。ほんま。ちょっと冷ましてからにしよう。冷ましてから。全部食べれる、いけるよ。ね、お持ち帰りもできるんでね、ここね。お持ち帰りも OK。でもね、もうスープがね、ぬるぬる。すんげえぬるくなっちゃった。やばいなこれ。冬はつけ麺を頼むもんじゃないの。つけ麺の方が好き。しかも味噌ね、味噌のつけ麺が大好き。味噌つけ麺が好き。え、もうね、昼の時間だからね。お昼の。ここはね、なんでいいかというと24時間やってんだよ。すげえなぁ。100円のサイズでもかかるのか。何も喋んないの、お父さん。出ない。失礼だよ、失礼だよ、ほんと。分かるよ。出ないっても。ほんと失礼。将来の目標とかそんなん聞いたの。もう出ないって。えって、出ないってバカ。おバカちゃん。今日朝からね、ふわっちで、あと新リスマンが配信してて、そいつが電話してますね。わかりますよ。かますよ、かますよ。相当なかますよ、裏。喋れないってことは声が返せるね。で、ふわっちで配信できるってことは配信機材持ってるじゃん。コール誰かしら。はい、配信者でございます。
しかもふわっちのアカウントをバンにさせてもいいっていう人ってことはツーキャスの配信者でございます。で、朝の時間、この時間配信してないと。ってことは、この時間寝てるか起きてるってことだよね。ここはね、セルフで起きてる。これで通常量が多いな、今日食えないな。さすがにチャーハン餃子セットはきついかな。大盛りの。多分洋服がきついんでね、ここね絞ってあるんだけど。大盛りね。結構きついねこれ。胃に入っていかないといこう。餃子お持ち帰りしようかな。お昼ご飯食べようかな。あ、夕方？ごめんなさい、餃子これお持ち帰りにしたいんです。大丈夫ですか？重かったね、さすがに。ね、すごい食べるなと思ったけど。ね、胃袋は男なんで。確かにすごい食べる。もうお店は息子さんに任せてるんですか？いや、そういうのこうやってね、やっぱり出てきてね、うん、やっぱり一人じゃなかなかね、大変ですから。あー、そうね。もうこうやって出てるとね、うん、元気になるんでね、うん、もう本当に店と、あとゴルフやるんで、そのあ、ゴルフね、嬉しいですね。会計お願いします。2000の、2000
2250円ですね。はい、はい、どうも。そっか、宮城さんも遅くまでやってないんでしょ。今12時ですね、うん、今ママもね体調崩しちゃって。あ、そうですか。どうか、うん、うちら子供が、うん、昔はねみたいですね。ね。そうですね。はい、すいません。あ、いいですか。あ、大丈夫ですよ。ごちそうさまです、はいはい、また来ます、みんなで。はい、どうもありがとうございます。はい、ごちそうさまです。よいしょごめんなさいね。はい、お金を襲われないようにやって。ほんとストーカーだもんね、だってね。やばい、また食っちゃった。今日もまた食っちゃったよ。なんかヨギママいないよ。なんで今日いないんだろう、ヨギママ。ヨギママからもらったね、エルメス。ヨギママに言いたかったんだけどね。珍しくない、こんなにいないの。体調が悪い的なツイートしてたな。そう、あ、大丈夫かね。動悸息切れがすごいって。よし、行こう。みんな体調不良、静脈があるの。これ逆走かな、こっちから行ったら。ちょっと渡った方がいいね。逆走になっちゃうな、こっちから行くと。来た道を戻ると逆走になるでしょ、これ。左通行だもんね。信号がないのよ、ここの道。あー、危ない危ない危ない。いっぱい来た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 。あー、青に変わっちゃった。シャレ行った。いけるいけるいける。よし、こう。うわー、いける。よし、横断。横断しました。基本ね、そうで、車と一緒で、車と一緒、チャリンコは。そう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 。今ね、左側走ってるよ、ちゃんと。
カロリーの消費しよう。どこで帰ろうかなと思って。飯食ったし。カラオケ、バッティングセンターはないね。帰りましょうよ。ラーメン食ったし。カラオケだったら家でカラオケした方がいいよね。カラオケ。あ、いらしまって。危ない。難しい。ボーリングなんかできるわけないでしょ、今から言っても。みんな帰ろ。私頭痛いし。帰りましょうよ。デザートも食えねえよ。食えない食えない。あ、あっち渡っちゃおう。あっちの方が早い。あ、お茶ばかりありがとうございます。あゆみちゃん、ケーキ家にあるもんだって。なんだっけ、カンタービレちゃんもあれね、アットマークキャンチュメなんか作っちゃって、マッチ君落とし推しになった前、ノブ君の名前ついてたよね、昔ね。おみきゃんちゃん、ゆりちゃん、お茶爆ありがとうございます。エルネームお茶爆ありがとうございます。リスナーさんだな、あれ。リスナーさん、おはよう。この辺多いんだよ、本当に。リスナーさん、ええやでも。だってリア凸を見ればわかるじゃん。リア凸の人数を見ればねえ。どの地域でもニアトスシャバー100人以上来るでしょ。ってことはどの地域にも100人以上いるってことだよ。おいしょ。あ、お茶ばっかありがとうございます。ザックザック頼むよ、このババア。まんじゃねえよ、こっちに。ここで結構何気にお気に入りになっちゃった、ここね。結構大きに、なんかラーメン食べると喉乾くよね、めちゃくちゃね。
お湯いからね。ガーデンパーティー買おうかな、本の。給料出たし。年明けにガーデンパーティー買おうかしら。本物でも偽物、これ本物だよ、本物。本物です、これ。偽物だってすぐ分かるわけ。ちゃんと刻印入ってるし、中にも株がね、ちゃんと見てる。ヨギママからもらったヨギママ、ヨギママに質問買わないでしょ、あの人は。皆さんあんだけお金使う人だよ。高級品もらうとさ、偽物とかさ、私偽物もらったことないのよ、ぶっちゃけ。みんな本物だよ。私今まで偽物もらったことないもん、もらうの。箱や包が正規店でなかったら、多分だから違うネットとかで買ったんじゃない？箱なしの。で今から質屋に持ってく、これ質屋に行って偽物か本物か見てもらおっかね。ハハ鑑定。そこまで言うんだったら、皆さんが偽物偽物言うんだったら、試写に持ってって見てもらう。偽物確定だ。この辺で一番近い試写ってどこだろうね。7がつく日ってお休み、今日27日。だから廃盤だから正規店では買ってないってことだよね、多分ね。そういうことでしょ。 A ラインが廃盤だからネットで買い取ったんでしょ。メルカリとかね、新品なのかな。新品ではないんだよね。新品ではないですね。中古だと思う。中古、中古だけど、まあ状態はいい感じかな。 B って感じ、ランクで言うと中古の B って感じ。
この中で誰かこれ同じ新品を送れる人がいるんですか、これ。中古屋だって言うけど、誰か新品私に送れる人いるの、今。今すぐ送れる人いるの、明日ぐらいに。かわいそうとか言ってるけど。口だけ言うのは簡単です。実行できるかどうかよ。100均ではないです。刻印が入ってますね。100均ではないの。エルメスって名前。レアってことです。レア、かなりレア。レア品よ。ふわっちふわっち、これさっき言ったでしょ。ふわっちはもういいよ。すごいね、今エルメスの話だよ。ふわっちふわっちふわっち、何時間ふわっちふわっち言ってんの。祝電してるやつが配信してんのよ。通報しないよ。あれは祝電犯だから配信してんの今。カマチョだから。結局電話してね、追い出せなかったからあっちで配信して嫌がらせをしてるだけよ。祝電犯が配信してんのよ。バンなる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 よ。通報してきてよ。ここで書くんじゃなくてさらっと通報すればいい。100人ぐらいで通報するとバンなる。私はふわっち配信しないから、こんな時間帯ヨギママ来た。ちょうどヨギママありがとうございます。これ偽物だっていう人がいるんだけど、ちょっとねえ、今から視野に持ってけだって。あ、さっき偽物とコメントを書いてた人どこに行ったかな。偽物だと書いてた人どこに行ったのかしら。本物に決まってんじゃん。中古は中古で、中古は中古。今これは中古でしょ、新品ではないよね。よーく見るとホコリとか入ってる。この間にね、ここにね、この刻印の中に。新中古でしょ、新中古かな。新中古だね。はい、すっきりしました。皆さん、さ、偽物と言ってた人はどこ行っちゃったのかしら。偽物と言ってた人はどこ行っちゃったのかしら。本物だってよ。モンジョリさんを見たってはしゃいでた。嘘でしょ。じゃあさっきの人はそうだったんだ。
さっきの人やっぱリスナーさんだったんだね。見てた人。ねえみんなね、そうやって偽物とかさ、すぐね自分もらったことないからってさ、羨ましいんだよね、そういう中古とか偽物とか言ってる人は。うん、毎日のようにプレゼントもらってるからさ、とかね、昨日はコーチのカバンで今日はエルメス、羨ましいのかな。毎日ブランド品もらっちゃうから。キーケースももらったな、ヴィトンの。ヨギママからは。でもあっちのキーケースの方が絶対高いよね。思ったけど。あっちは箱入りの新品だったかな。あっちのヴィトンの方が高いよね。坂はで、ヴィトンもヨギママね、ヴィトンもヨギママ、キーケースもヨギママ、なぜヴィトンのキーケース新品で多分3万ぐらいするんじゃないの、4万か。よいしょ。よいしょ。このバッグ高いの？ちなみに、ヨギママいくらで買ったの？このバッグ。ヘールライン。ちなみに、おいくら万円ですか？値段いっちゃおうよ、もう。お値段発表。4万ちょいやろこれ。そんなすんの？新中古。すげえ。すげえ。すごいわ。じゃあ。で10万オーバーだね、プレゼントね、この間と合わせて。ヨギちゃん、だったらシャネルのカバン1個欲しかったな、新品の。エルメスは下がりづらいんだ。あ、そうなんだ。大事に使わなきゃいけないね。これ散歩なんかに使えないよね。スワロフスキーのネックレスも高い。あれは高いね。あれも3万ぐらいするね。1年ありがとうの気持ちを、感謝の気持ちを込めてありがとう。ちゃんねえ、ここでガチャガチャ言ってるババアはね、プレゼントも送れないんだから、ヨギちゃん推しになる私、偽物なのなんなのね、ガチャ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 言うからね、自分たちは何も送りもしないのにね、うん、口だけは達者でございますね、偽物とか言うね、ちょっと待ってね、バッグ、ヨギちゃんがくれたエルメス大事にするわ、もうヨギちゃんがくれたエルメスね、こちらに可愛いでしょ、ね、今日のメイクのこだわり、ナチュラル
ね、ヨギちゃんとババアは大違いだわ。口だけババアと口だけオカマとは全然違うわよ。フルート、10年前に流行ったやつでも未だに使ってる人いるよね。結構見かけるよ、未だに使ってる人。これはだってもう大ヒットしたもんね、このフルートはね。めちゃくちゃ流行ったもんだって。みんな使ってたよね、これね。よいしょ、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 よいしょ。さあ到着。今持っててね、だから状態いいのが多いってことだよね、やっぱエルメスは。よいしょ。早く角が落ちない奈々ちゃんに合うなの探して買ったから。ああなるほど、私の角に合ったものを選んでくれたってこと。このネイルキット、まあでももらえるだけ嬉しいよ、中古でも何でも。中古のシャンプーもらったね。うん、なんかミニ体につけるものとかちょっと気持ち悪い感じを壊すのが持つカバンとか全然いいけどね、例えば下着とか肌につけるものはちょっと嫌だね。そう、これ廃盤だから、もう皆さんね、今あるのだけしか手に入んないの、こちら。こんなに状態のいいものがね、ずっと持ってばレアよ。値段さらに上がるかもしれない、エルメスだから。大概角擦れて全然擦れてないね、これ形いいよマジで。失礼なのがいる、何が？相撲で配信するする。何が荒れてんの、ちょっと待って、何が荒れてんの、どこが荒れてんの、全然荒れてないんだけど。アンナちゃんのデブアンナの私な、またアンナちゃんデブのアンナ、毎回毎回アンナは本当に。なんかこの固まってんだけど、何さっきの。ずっと固まってる。じゃあちょっとチェックしようか、状態を。じゃまずはこちら、刻印ね、ちゃんと入ってますね、エルメスってね。ちゃんと入ってますね。で、角もほら、めちゃくちゃ綺麗。角もめちゃくちゃ綺麗ね、ほら。
形崩れもそんなにないね。形崩れも全然崩れてないですね。でポケットのとこもよれてないね。ピシッとなってるね。で持ち手でね、やっぱこういうとこ、まあここはちょっとね、ちょっとボソボソになってく、まあこれはまあ OK よね、放送向けやでしょ。で中もはい OK ね、全然よれてないでしょ。はい、タグもちゃんとついてますね。本物だからエルメスのタグがついてますね、これね。うん、偽物じゃないって、本物だって。綺麗でしょ状態。新中古だよ、ほんと新中古、新品に近い中古だよね。ヨギママの言う通り新中古ですね、これはね。新品に近い中古。うん、鍵がついてない、鍵付き。鍵って何、鍵がついてんのこれ。鍵なんかついてないの。ヨギちゃんがくれたね。じゃあもう一個の方も査定しましょうか。こちらの方、ヨギちゃん偽物を送るっていう人はね、多数いるんでね。じゃあこちらの方もね、査定していきましょう。シリアルナンバーも入ってますね。シリアルナンバーもね、カードもついてますね、こちらにね。ヨギちゃんも、うん、これは本物ですね。もう私見てわかる、この色は本物ですね。これ新品でございます。新品ですね。これヴィトン、ちゃんと入ってるね。ルイ・ヴィトン、パリ、メイド・イン・フランスと入ってますね。刻印もあり、傷もないね。傷も新品ですね。こちら、ここにもちゃんとルイ・ヴィトンと入ってると。本物です。これはプレゼントしたもの、さ、いい加減にしろよ。さっき偽物言ってる人のためにやってんだけど。さっきの何、ヨギママいない時に偽物言ってたやつはどこ行ったのよ。何ひっくり返ってんのよ。本物というのを証明してんで、今私が。偽物言うかな。そうよ。質屋に行こうっつって大騒ぎしてたの誰よ。質屋に行こうっつって、あ、じゃあ質屋に持ってきます、それがいいねとか、お楽しそうとか言ってた人どこ行ったの。そうだよ。いや、もう本物と偽物ぐらいわかるもん、私だって大人だから。いろんなブランド品見てきてるかな。偽物と本物ぐらいわかるわよ。これわかんなかったら持ったことない人たちだよね、ブランド品をね。
わ、偽物とか言ってる人は持ったことない人たち。ぶっちゃけ。ぶっちゃけブランド品をもらったことない、本物をもらったことない人。それか偽物を本物だと思い込んでる人たち。そうよ、自分がもらったものが偽物の可能性もあるんだろうね。ヨギちゃんありがとう、こういう本物くれてね。ヨギちゃん、ヨギちゃんは素敵だわね。なんもね、口だけでね、なんもね、こういうことしてくんない。クリスマスプレゼント一つもくれないババアどもはね、リーチクパーチク言ってるだけでね、ほんとよ。うん、本当によ、こんなあげる余裕がない人たちね。偽物、偽物と、ね、どうせね、スーパーの半額のポテトサラダとかね、しょぽ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 食べてんだろうね、そういうのは。半額狙い？よかったでしょ。ナナちゃんも何あげたの？ヨギちゃんに何もあげたことないですね。一度も何もあげたことないですね、ヨギちゃんには。もらう一方、ヨギちゃんは私から何ももらわないと思ってる、多分ね。あげてもいいわ、受け取んないわっていうタイプ。お茶ばかりありがとうございます、ザックザック。お返し、お茶ばかりありがとうございます、アクさん。お返しはしません。ヨギちゃんのためになんないか、それはね。お誕生日の日も何もあげません。ヨギちゃんには何も返しません。そうやって甘やかすとね、ヨギちゃんのためにはなんない。お家にも呼びません。それはヨギちゃんのためを思ってね、何もしない。返せとか言わない。まあいいね、ヨギちゃんにはなんか練り消しとかね、そう投げとけばいいね。頭を動かすためにね、練って練ってみたいな、練り消し。ヨギちゃんにはね、心を鬼にしてんの、私はね。あえて心を鬼にして、わざとやね、冷たくきつく教えてんの、ルールを、社会の。ルービックキューブと。ヨギママはね、でもね、そのね、売名とかじゃないんだよね、多分ね。ヨギママってね、そうかなって私思ってたの、実際会ってみたら、まあ、それも少しあるけど、なんつうのかな、とりあえずなんかみんなで仲良く、楽しく行けたらなみたいな考えの方よね。それでそうそう、私のことは本当に好きなの。奈々ちゃんのことはすごい好きなの。みんなと一緒の気持ちよ。
ゆいなちゃんの誕生日プレゼントもう過ぎました。1ヶ月もね。それはもう時効。忘れてました。ひでママは1月誕生日。いや、ここでね、ゆいなちゃんがお世話になってるからですよね。ね、なんかあげたらみんなやきもち焼いちゃうでしょ。そういうバランスもあるのね。ゆいなちゃんだけずるい。私はね、誕生日プレゼントあげたのに私にはやってくれないってね。そういうバランスよ。で、みんなに返さなきゃいけなくなっちゃうじゃん。そうしたの。そういう線引きは大事、線引きは。あなたも受け取らないようにしたら、それは私が決めます。こういうものをね、こういうものを受け取るか受け取らないかは自分で決めます。うん。でもね、ご好意で奈々ちゃんにってね、じゃあ選んでくれてこれ受け取ってくださいって言って受け取るしかない。いりませんとは言えないよね。うん、気持ちだから。ねえ、おはじょりです。優しいジャイアンじゃない。こっちがお仕事用かしらね。一気にカバンが来ちゃったか迷うね、どれ使うか。本当にこういうの迷うわね。使いこなせるかしら。この間チラッとね、私バッグ欲しいなって言ったんだよね。はい、それ聞いてたのに、多分バッグくれた人はね、チラッと配信に行ったのよ。新しいカバンが欲しいなって、買おうかしらってね。うん、ガマ口は結構使った方だと思う。もうずっと使ってたじゃん、ガマ口。あれが一番使いやすいけどね。うん、両手に一つずつ持つの。こうやって、こうやって両手に一つずつ持ってくの。こういう風にこうやって、こうやって両手に一つずつ持ってくの。こうやって、こうやって、こうやって、アルマーニもね、結構お気に入りだったね、あれね。アルマーニも結構使ったよね。月曜日はヨギちゃん、火曜日はハッチ君みたいに分けようかな。日替わり制、日替わりでね。よいしょ。入れ替わりでね。いや、起きてるよ。あと4日か。今日が木、金、土、あと2日だ。今日行ったら2日だ。あと2日でお仕事お休みだわ。洋服ね、マリコ様いっぱいもらったのよ。で、今日も素敵なドレス到着したんでね。
お洋服はもうバッチリ土曜日の。もう新作、この間ドレスも2着もらったでしょ。はい、それでいけると思う。今週のファッションショーはね。ただね、明日やることがないんですよ。明日何やろう。明日だけ決まってないの。誕生日もクリスマスプレゼントも送れなくてすみません。いいのよ。いいの。送れない人は送れない人で、送れる人は送れるで。あ、料理配信やろうか、明日。お料理配信しよう。なんかもうカロリーオーバーだから、ちょっとなんかさっぱり系にしよう。ヘルシーなお料理、ヘルシー料理にしようよ。なんかさっぱり系の、うん、おせち料理はね別の日に作る、お正月に。ニーシャブサラダ、サラダ丼、年越しそばも早いでしょ。だ、年越し前に作ったら年越しそばじゃないでしょ。繰り上げそばになっちゃうでしょ。うん、チョップドサラダって何それ。チョップドサラダ、ミルフィーユだね。あの料理そんでく、餅つきもね考えてる。魚券さんいらっしゃい。いや、起きてるよ。起きてるよ。うん、全然起きてるよ。うん、でも眠いけど、今ポカポカだな、こっちが。ほら、日差しが入ってきてすごいポカポカ。ね、今日ね、パワーが出ない、パワーが出ないラーメン無理やり食べたからすごいね、変な状態もう、チャリ配信終わった。カラオケ、カラオケ何歌うの？カラオケ？
や起きてるちょっとリクエスト待ちなんだよリクエスト待ちリク待ちん私はサソリ座の女沖の住むまで笑うがいいわもめんのハンカチーフってなんだっけ？あ、恋人よ君は旅立つ東へと向かいだったらら松田聖子うん枯れ散る夕暮れを私星座はサソリ座です名残雪がなななな分かんない今日の日はさよならってなんだっけ分かんない感じろこの道ずっと行けば出ないゲゲゲの鬼太郎ゲゲゲゲゲのゲ夜は墓場で運動会楽しいな楽しいなお化けにゃがっこ試験も何にもないちょっと乗ってきちゃったよどうしようノリノリになってきちゃったおじさん。ノリノリになってきちゃったよ。やっぱカラオケって楽しいよね。レモン？ちょっと待ってね。音源持ってくるわ。音源持ってくる。あ、iPad の充電も切れちゃった。どうしよう。おトイレ行ってからじゃあスタートしますね家から
いしょ。さてさてさて、盛ります。ちょっと待ってね。シャツかわいいでしょ。ブラウス脱がなくていい、このまんまね。ブルートゥースオンでしょうね。こちらのマイクにセッティング OK かな。接続済み。テックマックマイコンって何？秘密のアコちゃん、秘密のアコちゃんいきます。秘密のアコちゃんカラオケね。はい、サイズの前では女の子すみたおすまし、それは何、それは鏡鏡の中がチュンチュンチュン、シンデレラ姫が現れた、ドゥドゥドゥ、それは誰、それは秘密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 のアコちゃん。はい、ラブ涙色、それみんな好きだね。ラブ涙色、松浦やでね。うるさおかん、もしもし、聞いてるぞ。二日酔い、聞いてる聞いてる。な、涙色、あなたのメールを読みましたら、あの人と別れたってことを聞きたくなかったな。顔も似てる？夜空の向こう。またあれだね、渋いの来んね。夜空の向こう、まあ季節的にそうね。これね、感想長いんだよね、これね。きついです。あれから僕たちは何かを信じてこれたから、夜空の向こうには明日がもう待っている。はい、草薙に見えてきた。松任谷由実、なんだっけあれ、たんたたた、真夏の夜の、真夏の夜の夢。チャンパカーナ。Yo, oh, oh, oh.
声でしたっけ、こんな声じゃないの。3年目のわけちょっとわかんないな。長島みゆきの時代時代か、そういう世代ね。時代のカラオケないかな。カラオケあった、やだ。カラオケ。翼をください。三つ目が通るって懐かしいね。もうわかんない回るしか知らないよ。三つ目が通るなんてある？三つ目が通る、三つ目が通るカラオケで出てくるかな。これしいね。知らない。生まれて初めて。夏目のね、夏目プリキュアじゃない、プリキュア三つ目が通る。オラ東京サイクザン。ぐるぐる、はあ、はあ、テレビもね、ラジオもね、車もそれほど走ってね、ピアノね、バーもね、おまわり毎日ぐるぐる、朝起きて、牛連れて、2時間ちょっとの散歩道、電話もね、ガスもね、バスは1日16、ほらこんな村嫌だ、ほらこんな村嫌だ、東京へ出るんだ、東京へ出たなら銭のためで東京でデコ買うだ、はあ、はい、ガンダーラってなんだっけそれ、なんだっけな、ガンダーラって、お邪魔じゃドレミ、お邪魔じゃドレミカラオケね。本当に寝ちゃうかもしれないよ。
光源氏、光源氏、カラオケあんのかな。光源氏あった。お茶バカありがとうございます。言わないで、さよならは間違いだよ。何もわからない同士、こんな日もあるよ。何気なく優しすぎて、そんな痛み覚える時じゃないか。わかんない。サビ。気持ちでいたり、痛みさ光と影も壊れそうなものばかり集めてしまうよ。輝きは飾りじゃない、ブラックメールの歌なのこれ。チャンパかな。ジャニーズあんま好きじゃないんだな。チャンパかな。ご存知ですか？あなたが健康なら保険料がキャッシュバックされる保険、それがアフラックの健康応援医療保険。詳しい商品内容はウェブで。君を見た息を飲むような黒髪、行き先は違うけど俺はまあ夜遊び乗るのにじゃ悲しすぎる夜さ、誰かと話したかった、君も嬉しそうなどちらからもなく、エミちゃんちゃんちゃんパカラカンパカラカンパカラパンパカラのパンパカラのちゃん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 。わかんない。こんな歌だったっけ、ちゃんパカーナって。わかんないわ。ザワワ、ザワワ、ザワワ、ザワワってやつね。Thank you.
工藤静香のもう、キャベツの中じゃない、ロマンスの神様、ロマンスの神様、なんかほんと昭和だよね、うちの枠ってね。ちなみにこれ私一番最初に買ったシングルだ。初めて買った曲がロマンスの感じ。勇気と愛が世界を救う、絶対いつか出会えるはずなの。死ぬ勇気に寂しく一人、拳握りしめる私。知る勇気かしかのフェイクス、相手はどこにでもいるんだから、今夜飲み会期待している。友達の友達に目立つにはどうしたらいいの、一番の悩み。性格良ければいい、そんなの嘘だと思いませんか。ボビンスタン幸せの予感、きっと誰か感じてる。ボーリンダロマンスの神様、この人でしょうか。ねえ、送る言葉、送る言葉ね。送る言葉、暮れなつむ街の時間にと影の中、去りゆくあなたへ送る言葉。悲しみこらえて微笑むよりも、涙枯れるまで泣く方がいい。人は悲しみが多いほど、人にはよしょがよっしゃできるのだから、よっしゃしゃいなさい、さよならよっしゃでは、よいしょす、あ、間違えるから、愛するあなたへ送るよっしゃ。ケロットマージ、チェンチェン、チェンチェンワールドって何？チュン、チュンチュンワールドって何？チュンチュンワールド？チュンチュンワールド、初めて聞いたこれ。チュンチュンワールドだって。チュンチュンワールド。知らない、何これ。今田耕司とか書いてあったよ、子供向けの歌なんだ、知らない、初初。サソリ座歌った、さっき。
パプアク、ん？麦畑？老人形の館？老人形の館？悪魔の森の奥深く、一見何の変哲もない古い屋敷だが、その一室からは毎晩少女の悲鳴にも似た叫び声が聞こえるとか聞こえないとか、お前も老人形にしてやろうか。
さよなら文明ってわかんないな。シンデレラってわかんないな。あ、北風小僧のカンタロウって懐かしくない？北風ってね、歌いたいわ。北風小僧のカンタロウだよね。超夏メロじゃんこれ。工事の田園田園ね。田園あ、また何時間もない。
さない。ポケモンってなんだろう。負けないで、雪の花、雪の花行く、雪の花かのくね。だけどクリスマスね。シャイブレスイング、エブリスイングね。Mama, I am.
ってほしい。ゲゲゲイの歌歌ってん。カラー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 。カラカラオケ。ワンツースリーフォーワンシステム。もらい泣きでいいやーってやつね。カラオケの音源がおかしい。こっちの方がいいかな。ご存知ですか？音源がおかしい。健康ならキーが保険料がキャッシあ、これだね。
情熱バラ。大人の勲章っていつも誰か言ってるよね。ベニー系のドリームランドってなんだっけな。ドリームランドってなんだっけ。ベニー系って言ったよね、なんかね。なんか懐かしい、コカ・コーラの歌か。あ、ないわ、ドリームランドのカラオケないな。ニス・トゥ・マ・ハイ、タンタラララ、オーライ、お茶バック、テンキュー。タララ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 ラってやつるね。ニス・パラダイ・ファンタララ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 ラってやつだな。手をつなぐくないね。手をつないで話せばいい。シンデレラガールって何なの？シンデレラガール？それなんか多いね、今日ね。誰の歌？あ、テニプリの歌ね。これ流行ってんだ。君はシンデレラか、 My favorite one. You are the only father friendly. どんな時もずっとそばで眩しいその笑顔を見せて、やがてシンデレラか。知らん。もう寝る。疲れた。ラストソング。ラストソングね。もうラストは一曲。月光？月光？月光でか。月光ってでもなんか最後っぽくないよね。月光フルで歌うわ。パワー来たー！実況パワフルプロ野球。ラストソング月光。生まれたんじゃない。
曲歌おうかな。ラストソングもう一曲歌おうかしら。うん、これラストっぽくないよね。もうワンラス？アンコールにお答えして。アイさんさん？アイさんさんか。パワフル来た！実況パワフルプロ野球。もう一曲いこうかしらね。もう一曲。モンジョリフェイス？レディーガガ？レディーガガ、ポーカーフェイス、マン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 、モンジョリ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 、マンマンマンモンジョリ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 、マン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 モンジョリモンジョリ、マン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 モンジョリモンジョリ、マンマンのハッピーネスマネモンジョリモンジョリモンジョリ、モンジョリ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 モン、マン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 。マンマンジョリ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 マン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 ジョリマンマンジョリマン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 ダリマン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 ダリ
マンダリ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 フェイス。マン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 ダリマンダリマンダリマン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 ダリマンダリマンダリマンマンダリ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 マン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 ダリマン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 マンダリ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 マン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 ダリマン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 マン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 ダリマンダリマン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 ダリマンダリマンダリマン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 ダリマン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 マン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 で明日は何だっけ、料理配信明日は料理配信でーす。はーい、もんじゅりでーす。で今日ね、お礼メールはこちらので、もんじゅりフェイスの写真をお送りいたします。こちらね、レディーナナを送りますね、皆さんね。はーい、おつじょりやね、おつじょり。